もう振り入れたんですよ。マジ？うん、偉すぎる。え、もう全部？早っ！偉っ！でも完璧というか、なんか形がちょっと違うとかがあるかもしれないんで、それはもうちょっとしてちょっと見ようと思います。はい、さくちゃん、録画面アンジュやないかい。見えたで。アンジュやないかい。ビーツリレー配信をしてるんですけど、今日は、8期生の黒島さくらちゃん、いい加減にし黒島さくらちゃんとやってるんですけど、さくちゃんのショールームが全然開かないんですけど、電気落ちちゃうねんな。頑張れ頑張れ、いける、さくちゃんなら頑張れ頑張れ頑張れ。そっか、ツイッターじゃなくなったんや、 X か。ちょっと笑ってますわ。ちょ、おろおろおろ、あ、ほらほらほら、あ、いけたいけた、オッケーオッケーオッケー。はい、さくちゃん、さくちゃんです。バチェーン。みかりさん、はい、鳩の写真欲しい？送ってくれてない、ごめん。後でアドロしちゃうよ。何枚かあるから厳選する。めっちゃおもろい。いる？ほんまに嫌がると思ってあげんかってん。何の鳩が好きですか？え、鳩の種類。私は伝承鳩とドバ鳩が好きです。わから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 、鳩の種類わかる。じゃあ、全部鳩の種類まで考えたことなかった。鳩の、鳩好きだね。嘘やん、苦笑いやん。かわいい、嘘やん。コメント欄かわいい、サンちゃん鳩好きなの知らんか。伝書鳩と何鳩って。ドバトです。ドドバト。そんなんおんの？何が違うの？なんか、うん、普通の外に歩いてるやつがドバトです。あー、なんか、なるほど。ここがグレーの普通の色です。あ、はいはいはい、なるほどね。伝書鳩は普通にあるような柄はみんなと一緒やね。ちょっと違うやつです。あ、なるほど、あれが伝書鳩か。なるほどね。なんで詳しいね。めっちゃおもろい。かわいいね、さくちゃんは。鳩調べてきた？いや、調べてない。もう事前の知識があったのね。うん、かわいい。ということで、チーム B2 リレー配信を、今ね B2 でねやってんねんけどやってんねんけどやってるんですけど、誰から回ってきたっけ。愛香とゆなから回ってきて、私とさくちゃんで配信させていただいてます。イエーイ。理由は特にないな。でも若菜さんが良かったね。かわいい。あ、お給料5倍。お給料、今月お給料5倍してあげます。なんで？あ、締めなさいや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 人が来た。サイヤ人じゃん。締めなさいや。そんな感じ言わない。恥ずかしい。おもろい。じゃん。で、なんかの話をしてっていう話のお題が来てたんですけど、私もさくちゃんもそれを見ずに来たので何を話すかわからないです。何話すと思う？何やっけな、ファンの方知ってるかな。いや、でもさくちゃん、あの若菜と配信したかった。そうなん？でも録画面アンジュやった。アンジュ、え、アンジュのどこが好き？なんか、うん、めっちゃダンスがかっこいいのに、喋、うん、ったらすごいなんか変な感じのところが好きです。さくちゃんもや、さくちゃんもや。確かにアンジュはな、3年一緒におるけどまだ分かれへん。どんな子か。それぐらい不思議な子。かわいい。アンジュ好きなの？くっそー。2番目の女や、いつまでも。悔しい。かわいいね。確かに。アンジュな。確かに。でもチーム違うからあんま喋らへん。うん、確かに。LINE とか
言っちゃった LINE って LINE とかもう登録してるアンちゃん。はい、あー、なんか写真撮ってもらった時に載せていいですかって聞いたりしてます。業務連絡かわいい。確かに先輩と LINE ってさしにくくない？わかんのもしてない、しにくいなあ、緊張するような。あ、でも喋るよりは全然、うんうん、文字の方が楽？楽です。うそーいジュグちゃん、夏になったら食べたくなるものと夏に聴きたい曲だって。夏になったら食べたくなるもの、かき氷。わかる、アイス食べたい、かき氷食べたいねかわいい。ちょっとさくちゃん恥ずかしい、さくちゃんの目がキラキラしすぎてこっち見ないでごめん、人見知るよね人見知るよ、さくちゃん。わかんのも恥ずかしい、ちょっとあんまに恥ずかしい、かわいい。あんまりな、他のも人見知りやから人の目見て話すの苦手やけど、さくちゃんがこっち見てくる、めっちゃ見んといて、こっち見んといて、恥ずかしいから、あー、ほんまに恥ずかしい。はい、かわいい。今何歳？14 へっ若い、若すぎる。何歳で入った？ 12?11?12 で入りました。そっか、12、13、14か。え、どういうこと、どういうこと。だって 14? 今何年生？中2です。 中2? え、若いねなんかもうさくちゃんもそうやけどさ、え、さくちゃんから見て9期生のさ最年少メンバーどう見えてる？ちっちゃいなって思ってる？その気持ちやで。何歳？でも1歳とか2歳しか離れてないよね。1歳しか変わらない。いやな、変わらん。めっちゃ2人とも3人とも見ややか。そっかかわいい、かわいい。さくちゃんなんかね、さくちゃんはほんまに恥ずかしいかわいい。え、ちょっと目つぶって喋っていい？あの、さくちゃん、もうあかんよ。いや、わかった。若菜が二十歳になった私から大人の大変さを今日はじゃあ伝えたいと思います。まず、あ、保険証は自分の財布に入れてる？入れてない。入れてないか。そうね、あの、一人で病院とか皮膚科とか耳鼻科とか行くこともあるから。あ、でもそっか、まだちょっと早いかもしらんけど、高校生とかになったら保険証は自分で持ってた方が便利かも。うんうん。あとはそうね、あとは何がいいかな。あ、そのお金を下ろすときにこまめに下ろすより、こまめに下ろしちゃうと手数料が毎回かかっちゃうから一気に下ろす一気に下ろす。私はそれで手数料いっぱい 取られちゃってたから手数料も取られ、なんかちょっといいやりくりがあるから、ちょっとそれを勉強する。あとは、あとお正月、お正月にいっぱいご飯を食べ過ぎないお正月いっぱいご飯食べちゃう？食べちゃうよねかわいいあの、だからお正月にいっぱい食べ過ぎたら苦しくなってしんどくなるから気をつけてあとはね、はい、あと何やろう。あとは歯磨きはちゃんとした方がいい歯医者には行きたくないからね頑張ってね。よし、オッケー。猫かぶってるって猫かぶってるの？猫かぶって、いいよいいよ、いつも通り喋ってニコニコして見とくからわかな。いいのに。それやで、大人ってそれやからな。あくちゃんも頑張ってな、ファンの人も見守ってるわ。あくちゃんがいつ自分で保険証持つようになるかなって楽しみにして。明日から持ちます。明日から持つ？危なくない？お母さん見てる？これ配信見
てない。行きます。行ける？大丈夫。ほんまに？ちょっと心配やわ。ほんまになくしない？保険証なくして大変なことになりますからね。皆さんも気をつけてください、ね、あ、でも美咲とカフェ行ってたよな。はい、なんかアイスのとこやな、そこの食べた。あかんの。なんで、誰から、どっちから誘ったの？美咲さんがリハーサル終わりに来てくれて、うん、誘ってくれた。かわいい。何食べたん、あそこのアイス？レモネードに、え、うん、アイスのってるやつです。え、そんなん売ってた？嘘、入った時売ってなかった。にゃー、まあ、マンゴーのやつとか売ってたとか、オレオのやつとか。オレオあった、あの時なかったかも。あ、じゃあそれと交代したのかな。あった、美味しかった。不要、不要とか意味わかる？不要に、これ不要って確か読むねんけど、わからなくて大丈夫。私もあまり分かってないです。難しい言葉ばっかだよな、ほんと。いや、でもさくちゃんはショールーム配信でめっちゃ喋る子って聞いた。ファンの方から。喋るの？どんな話する、いつもショールームで。なんかコメントをしてくれたのを、うん、読んで、うん、なんか広がっていくんですよ。読もうぜコメント。確かにパン好き、さくちゃん。はい。うそ、あの劇場出てさ、ここのまっすぐ行って右行ったとこにすぐ近くにパン屋さんあんねんけど、めっちゃ美味しいから行ってみて。今度一緒に行こうね、パン屋さん。美味しいから。おお、待ってくれ、だいたいアンジュの話。アンジュの話ばっかりしてんの。の時もあるんですけど、そういう時は。そう、もう今日もう早めに切り上げるか。かわいい。アンジュのことでも好きっていうのは聞いてたよ。かわいい。こっち見てくる。あー、恥ずかしいよ。確かにお年玉、そう、お年玉も私も19歳の時だから、今年20歳なってんけど、まだ20歳なる前やって、お正月は19やってんけど、お年玉をもらっていただいてないから、もう高校卒業したらもらえなくなるから、お年玉は大事にね。貯金して、お年玉。わかる、わかんない。お年玉全部使っちゃってるから、もうないの手元に。だからアンジュの配信も見てるの？はい。ファンがいるよ。さくちゃんは逆にもう着替えたんやな。早い、やること早いです。かわいい。なんか娘みたいですね。6歳しか離れてないけど、世間的に。でもさくちゃんお姉さんいたよな、はい、この話さ聞いたな。お姉さん年齢とかも言ってるもん。言ってないか。言ってます。言ってる。何歳だっけ。24で。そうだ、24で、さくちゃんが、あ、10歳も離れてるんだ。え、2人姉妹？はい。うん、そうなんだ。かわいい。でも前もね、あのさくちゃんのお母さんとかお姉さんとか公園来てたことあったよね。そう、めっちゃ綺麗やった。すごい、もうさくちゃんがその遺伝子全部吸ってる。すごい、ちゃんと美人さんで、みんな。こっち、みんな。恥ずかしい。お願い。なんか癖で見ちゃうんですよ。あー、見ないで。恥ずかしい。うんうん。どういうこと？自由研究でアンジの細胞取り出すの？違うんです。犯罪者。細胞は取り出すんですけど。取り出すの？アンジさんのではないです。アンジさんのではない。何の自由研究？え、今、そっか。でも夏休み期間じゃ、夏休み期間か、学生たちは。はい。宿題とかで自由研究とかやったことある？はい、中学校。それで細胞取り出すの？はい。え、どういうことなの？細胞って何の細胞？ジュースの細胞を取り出して何からできてるのかみたいな。どういうこと？オレンジジュースはとかってこと？ああ、そういうこと。オレンジジュースはオレンジジュースじゃねえかよって。なるほど、野菜ジュースとかか。今の子そんなんやってんの？あかな、工作しかしてこうへんかったね。あの風鈴作るとか。ほんまに笑ってるけど、
ほんまにそんなんしかしたことないのに。そっか、今の子は賢いな。恥ずかしい。確かに。え、お母さんとかに声見られるの恥ずかしくない？恥ずかしいけど全部見てます。全部見てんの？え、今日のもじゃあ見てる？もしかしてもうリアルタイムで見てると思う。さくちゃんかわいい。いやでもこんなかわいい娘がね頑張ってたらそりゃ応援しますよね。かわいい。リアルタイム？お母さん暇？そんなことないよね絶対。嘘でしょ。いやでもさすがやな。嘘、グラビア好きな？グラビア好きな？ほんまに？見てあげてみて。見たことある？若菜のグラビア。ツイッターとかのやつは見たことある？嬉しい嬉しい。あとでじゃあオフショット1枚送っとくね。オッケー、鳩と一緒に送っとくね。面白っ。24めっちゃ通るやん。じゃあ半とかになったらランキング読みしよう。そうしようね、さくちゃん。さくちゃんちょっと誰かいい加減にしてください。さくちゃんをかわいい。あ、待って、おしゃれなん塗ってるぞ。かわいい。自分でやった？はい。上手。なんかね、さくちゃんって爪の形めっちゃ綺麗じゃない？え？なんかさくちゃんって美意識高いよな。その眉毛とかまつ毛も綺麗やし。あ、見て！あ！いい加減にしてくれ。かわいいよ。やし爪の形もめっちゃ綺麗。え、眉毛お母さんが連れて行ってくれてるの？眉毛とかって。え、おかんや。ほんまにさくちゃんのお母さんに挨拶したい。今度また来た時言ってな。本番前に言って。さくちゃんのお母さんどこら辺に座ってるか挨拶するからね、曲中に。それぐらいお世話になってますわ。あ、そっか、さくちゃんピアノって弾けるんやっけ。はい。習ってたん？いつ辞めたん？入ってすぐの時に加入した。あ、うんうんうん、2月くらいにやりました。そうだよね、通えないもん。すごい。何歳の頃から？5歳とか、もうちょっと前。でも5歳最近やね。14、そっか、だいぶやってたんや。えらみんな猫かぶってる。嘘やろ。若菜のファンの人は気づいてないけど、さくちゃんのファンの人は気づいてるっぽい。猫かぶってるもんね。かわいいわ、ほんま。あ、かわいい。わかんない、お姉ちゃんしかおらんかったから。かわいい。いないで。どういうポーズですか、この猫は。ダメ、さくちゃんには見せられないよ。さくちゃんには。さあ、ということで。さあ、気を取り直して。え、若菜さんって本とか読むんですか？本、港かなえさんとかわかる？そうとかの本めっちゃ好きで、ちっちゃい頃よく読んでた。最近はあんま時間なくて読んでないけど、本は好き。なんか、え、さくちゃんでも本めっちゃ読んでるよね。はい。おすすめの本は？夢を叶える像が今めっちゃ好きです。なんか聞いたことある。あれ、なんだっけそれ。なんか関西弁のガネーシャっていうインドの神様が来るやつです。知ってる。めっちゃ有名なやつだよね。え、さくちゃん知ってるのそれ？すごい。だって何年も前の本だよそれ。多分やっぱすごい有名な本はずっとあるんだね。そっかそっか。じゃあ若菜はあの星の王子様って知ってる？そう、めっちゃ好きな。若菜も好き。全然みんなとかないじゃないやんって話なんですけど、星の王子様は中学校の時めっちゃ読んでた。若菜もおもろいよね。わかる。かわいいわ。ちゃんはお疲れ様です。え、さくちゃんお勉強配信してるの？はい。何それ、お勉強配信とか。えらい。お勉強とかしてるの？え、中学校の時ってお勉強とかするの？
何の宿題何の時はしてました。いらんいらん絶対いらん。中学校のテストとかもう覚えてないけど分かんない、中学の頃そっか偉いねさくちゃん。そっかかわいい。あーこっち見てくる。偉い。得意科目は数学が好きです。え嘘分かんない、数学が一番苦手。あいじゃんだあー爪変えてる、かわいい。もう帰ろう。さくちゃんの好きなアンジュがね来ましたけど、どうしましょう。でもあと1週間くらいしたら若菜さんのことも好きなのが分かると思う。あ、ほんまに怖い爆弾仕掛けてる何1週間OK 待っとくね。かわいい、さくちゃんかわいいでしょ、うちのちゃくちゃん。はいはい、じゃあかわいい服着て、やばい、尖らしいあー、来てくれるよ、さくちゃん来てくれるよ。あんちゃん、にゃほにゃほにゃほ、こんにちは。あ、裏声、裏声、あんちゃん、こんにちは。さくちゃんが、うん、あんちゃんのこと好きって配信で話してるらしい。知ってるこの前もさ、34位やってる。えあんじの配信何してんの、さくちゃん何してんの、何位入れるやろ、何してんの、星投げてるもしかしてかわいいよもうかわいい。あ、すいません、みーちゃんのこと好きなんだって。嬉しい。くっそほんまに。でも次チーム違うからさ。そうやで、また違うからさ、また遊びに行くからね、 B2 にも。たくちゃんがさ、ずっと目見ながら話してくるの。あら。かわいい猫ちゃん。これはかわいい猫ちゃん。スマホケース変えてる。変えた。かわいい。どう？生アンジュ。リアルアンジュ。髪色変えました。髪色変えた。あ、髪色変えたアンジュからですか？かわいいねくね、かわいい。すごい胸熱やって。胸熱、胸熱か、胸熱かそれな絶対誰か食べると思ってるから。めっちゃ気になったんです、ありがとうございます。かわいい、さくちゃんも食べて。いただきます。食べて、ありがとうございます。あんちゃんも、あんじもあります。余ってる、やったー、めっちゃ買ってるから食べていただきます。ラッキングアミしようか、さくちゃん。かわいい。見て見て見て。ん？おはようくしゃと。おはようくしゃテリー。おはようグルトとかここに書いてる。サクちゃんなーしとんの？耳塞いでる。耳塞いでる。え、設定できんの？これ。できんね、できんね。すごい。何変なやつに設定してんのサクちゃん。あ、カメラ逆にしちゃった。別に映ってもいいやつやってけど。カメラ逆にしちゃった。おばちゃまって。あの劇場はこんな感じになってます。イエー。さて、私どこに来ました。じゃあ、さくちゃんからランキング見しよっか。はい、どうぞ。一緒に読んでいいけど、あ、こっちだ。いいよ、せーの、13位、つーよさん、ありがとうございます。12位、せいくんさん、ありがとうございます。11位、もぐにさん、ありがとうございます。あー、かわいい。10位、しげやんさん、ありがとうございます。はい、9位、しおりさん、ありがとうございます。せーの、8位、べーやんさん、ありがとうございます。せーの、7位、オレオズさん、ありがとうございます。お、6位、すまたんさん、ありがとうございます。5位、まちかねくくきたるさん、ありがとうございます。4位、なるにいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちゃん。はい、3位、コーナーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、だてちゃん、ありがとうございます。はい、1位、
ジョンさん、ジョンさんありがとうございます。ということで、ということで、じゃあ一緒に読もうか、いきまーす。13位、犬の気持ちさん、はい、ありがとうございます。12位、オールドさん、ありがとうございます。11位、スギゾウさん、ありがとうございます。10位、コウヤさん、ありがとうございます。9位、ケイタンさん、ありがとうございます。8位、アルマサトリアさん、アルマサトリアさん、ありがとうございます。せーの、7位、ナオヤさん、ありがとうございます。6位、ミョンさん、ありがとうございます。5位、隊長さん、ありがとうございます。4位、みずりんさん、ありがとうございます。3位、ピーピーさん、ありがとうございます。2位、ゆりこじちゃん、おかゆおかゆ、せーの、ゆりこじちゃん、ありがとうございます。1位、たかゆきさん、ありがとうございます。かわいい、イエーイ、かわいいでしょ。お、何位、35位。あー、スクショだけしてて、スクショだけ、23までいたことある、23までいたことあるって、そうやんな、23も見た字。え、この前じゃない、え、どうやったっけ、ガチ勢すぎる。そう、最近来てくれてるんです。あかんかな、何してんのほんま。あ、ということでリレー配信は終わりとなりまして、夜この後夜公演もあるんですけど、その夜公演終わりにさくらとみおちが配信してくれるので、あ、ビーツ企画か、申し訳ない。あ、いやいやいや、あんちゃんもビーツだからね。ビーツ、ビーツ。みおちとさくらに、さくら違いなんですけど、みおちとさくらにバトンタッチしたいと思いますので、皆さん夜公演終わりのビーツリレー配信も見てください。見てください。バイバーイ、さくちゃんか若菜さん、メイクーってラインが来ました。バイバーイ。あんちゃんもありがとう。さくちゃんありがとう。